秋の味覚の一つ、サンマ。国立研究開発法人水産研究教育機構によると、漁解禁後の8月16日から31日までの間で水揚げ量は去年のおよそ4倍でした。これは沖合の公海まで行ける大型船の解禁を例年より10日ほど早め、小型・中型船と同時に一斉解禁したために水揚げ量が増えたそうです。しかし今年も日本近海に近づくサンマの来遊量は低水準となると予測されています。サンマの漁獲量は最盛期には50万トンを超えていましたが、2023年は2万5800トンで、2022年は過去最低の1万8400トンでした。そんな中、今年のサンマは若干サイズが大きくなっていて、油の乗りもいいそうです。そこで熊本のサンマ事情を調査するために、中央区帯山にある鮮魚店に伺いました。比較的大きいですね。去年は売れる魚じゃなかったですもんね、実際の話ですね。だけどもうお客さんの前に出すような、もう痩せこけて、しかも高いというやつで、確か去年何回仕入れたんかみたいな感じだったですよ。途中からもう飽きたんですもんね。もうこれはちょっと売り物にならんというか、お客さんに出せるような商品じゃなかったんですね。以前この時期はサンマが大量に出回っていたのですが、魚に携わること30年ほどになる田上さんにとって、ここ数年のサンマ不漁は初めてのことだそうです。 4,5 年前だと行くと、大体9月の入ってから売り始めて、でも17日ぐらいだったらもう皆さん飽きるんですよね。であとはもうちょっと控えていこうというのが大体毎年の流れだったんですね、今まで。でも今は全然まだこれからじゃないですかね、今から、魚的にはですね、まあ、サンマはね、大衆魚のね、代表的なね、9月のね、時期に絶対現れて、絶対ね、皆さん食べられてると思ってるんですけどね。田上さんによると、去年と比べると、今年のサンマは大きさ、質、ともにいいそうです。田上さんが見たあの400円は、あれはうまいですね。あの手のサイズがで、大きなですね、多分それなりに安く売れるんですけどね、この手のサイズが少ないんですよね。どうね、取れるか、油の乗りはですね、今から欲はなってくるんですね、大体。結構やっぱ買っていかれた方は、美味しかったですよっていうのは、ちらほら聞きますね。昨日食べて、ちょっとまだちっちゃかったんで、なんか大きいサンマあるかなと思って、サンマをちょっと探しに来たら大きいのがあったんで、買ってみよっかみたいな感じで。あ、もうサンマが好きです。今日は楽しみですか？楽しみです。去年は結局食べなかったんですよ。高くて、でなんかそんな大きいのもなかったし、なんかもうちょっと大きいの出てきてから買おっかって言ってたんですけど、で結局それで買わずじまいみたいな感じになってました。今年は初サンマですか？はい、初サンマです。なんかちょっとこの季節になると、なんかサンマを食べたいなって思います。なんかすごく安いなって思って5匹買いました。もう大好きなんで楽しみにしてました。甲子市須谷にある定食屋。開店と同時に満席になるこちらには、人気のサンマ定食があります。最近はもうサンマが不足してますでしょ。だからその以前は大きかったんですよ。もう幅もすごく厚くてですね、長くてですね。今年のはもう痩せてスレンダーでね、もうちょっと大きくなってほしいですね。でも去年一昨年なんか不良って言われた時に全然出してません。あ、逆に塩も塩サンマも出してません。逆に出されんかったって恥ずかしかったからなんとか今年は出せた。そうですね、やっぱりサンマを要望される方も多いもんですから、メニューに書いてあるとお客さんは頼まれる。頼まれますね。小さくてもやっぱサンマ好きな方はいらっしゃいますから。こちらが旬のサンマを使った生サンマの塩焼き定食。この日もサンマ目当てにお客さんがいらっしゃっていました。初です。はい、待ってました。待ってました。楽しみです。1回も食べてはいますけど、でもなんかだんだん高くてなかなか、はい、
やっと食べれます。我が家ではなかなかしないサンマを。ではではいただきます。うん、おいしい、おいしいです。皆さんもぜひぜひ旅に来てください。今年いつから出しようですか。9月になってからです。生のサンマっていうのはもう入る時期ずっとですか。もうずっとというかずっとは入りません。今の時期だけですね。続いては中央区坪井にある居酒屋に伺いました。こちらには23年前から続くサンマの看板メニューがあります。あのサンマの丸ごと焼きおにぎりっていうのをやっています。サンマを開いた中にあのご飯を詰めて丸ごと焼きおにぎりって形、ご飯詰めてですね、一匹そのまま天草とかあっちの方にあるこの白酢の姿寿司、そういう感じをイメージした感じで作ったものなんで、はい、サンマとご飯が剥がれる時があるんですよ。そこが一番注意しているところなんですよね。網を乗っけて剥げないようにちょっと工夫してます。このサンマの丸ごと焼きおにぎり、以前は秋だけの季節限定メニューでしたが、お客さんの要望が多かったので今は通年で出しているそうです。今ちょっとですね、業者さんに無理言ってあの1年間使えるような形ではやっています。 4,5 年はちょっと不良でもう全然あの取れなかったみたいでですね、もうこっちもサンマをあの購入するのがすごく大変でした。今年はですね、豊漁と言われてますけど、魚屋さんに聞けばちょっと大きめがあんまりこっちの方には来てませんという形です。ですね、油は案外あると思います。はい、今のシーズンだけはですね、はい、サンマの丸ごと焼きおにぎりはご飯メニューですが、これ目当てに来店された方は最初に注文するそうです。ほぼ毎日出ます、はい、あの皆さん美味しいって言われて、あのほぼの、食べ残しはないですね。本当にあの皆さんですね、ちょっと時間さえいただければすぐ対応しますので